日本にいろいろ伝えようとしてたんですよね、その後藤さんって人は。だからなんでもっとみんななんか助けてあげようとかしないんだろうって、思いますね。正直私の意見では、まあ、自己責任で言ったんだからしょうがないっていう面もありますんで、救い出す手があるんだったら救い出してほしいですけど、まあ要求向こうの言いなりになるのは一番ダメだと思いますね。